Carnage form. Ore no ken. Misete yaru. Tsuru ni mo Mirage Master datta no ka? Toushite morau za. Sou wa sasenai. Zettai ni makerare nai.難しいかも。行かずしよう。この戦い絶対負けられないよ。いけるいける。これなら。よし。勝って帰ろうぜ。やってみねえとは会員と訓練したんだぜ。振り付け。ついてきて。この日を逃すな。足立って。お願い。やってみるね。 大丈夫か、みんな。なんとか。黒のキリアがいて。チキ、やっと見つけた。あなた誰？ どうして私を知ってるの？剣社だ。わからないのか。5年前のあの時、お前は俺と会っている。ごめんなさい。私、何も覚えてないの。やめるんだ剣。チキが怖がってる。お兄ちゃん。 本当に記憶を失っているんだな。ああ、そうか。ならば意味がない。意味がないって。<笑>あの人、 私のこと知ってるみたいだった。私はあの人のこと知らないのに。剣は、チキとはどういう関係だったんだろう。うん。彼も5年前のこけら落とし事件の関係者よ。詳しいことはわからないけれど。え？公演の最中に消えた剣千代臣は彼の父親。 社は、あの事件に囚われ、今も一人で戦っているのね。これが覚悟の差だっていうの。不甲斐ない。私は社と五分にやれるつもりでいた。なのに、手も足も出なかった。私がもっと強ければ。次は勝てるように、俺たちのやり方で、 みんなで強くなるしかないです、キリアさん。そうね。落ち込んでいても仕方ないわね。みんな、ここにいたのね。大変なのよ。うたたまのスタジオがミラージュに襲撃されてるのよ。マジかよ。おい、イツキ、 事務所に戻ろう。
もうネット上でもこの異様な放送は話題になり始めてるわ。うたたまの放送局は大東テレビね。ダイバーテレビ以外でもミラージュ絡みの事件が起きたんですね。ええ、残念だけど黒幕の正体をダイバーテレビに限定して考えるのは得策じゃなさそうね。あれ、あそこでギター弾いてる人ってバリンさんなんじゃ。ああ、間違いない。バリーさんマスターじゃねえから、ミラージュに抵抗できなくて操られてるのかもしれねえな。まずいことになった。待てよ、ということは守りも危険ね。あの子も今うたたまのスタジオにいるはず。守りとバリーさんは心配だ。テレビ局に行こう。あ、そうだな、私も行くわ。エリも、私もマスターなんだし当然でしょ。そういえばマスターだったっけ。な、何よそれ、忘れてたの。いい、守りは同じ事務所の仲間だからね。仲間がピンチに陥ってたら大統領を殴ってでも助けに行くのがハリウッド的よ。ま、今日は私とビオールのハリウッド的休日見せてあげるわ。期待してるよ。いざ大東テレビへ、守りを助けに行くわよ。守り、いつきさん、よかった、無事だったのね。はい、大きくて黒いお化けみたいなのに襲われた時、バリーおじちゃんがかばってくれて。バリーはあっちに。おじちゃんを助けに行くんですよね。私も行っちゃダメですか。先に事務所に帰って待ってて、絶対にバリーさんと一緒に戻るから。Thank you.
まずはバリーを探すわよ。この高貴なミラージュの出番のように私の貴族的な力存分に振るってくれたまえ。頼りにしてるわよ相棒。ハリウッド的な活躍見せてやりましょう。これはミラージュの気配。はっ、せい。まだ気づいてないみたいだよ。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。吹き飛べ。初めて見るやつだ。慎重に一か八。その調子だ、いつけ。この調子で行こう。敵じゃねえな。敵だ。不意打ちに気をつけろ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。走れ内向。なんか初めて見るのがいるよ。しないといいな。全部なぎ倒すよ。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわこら。借金だ。悪の栄えた試しなし。戦いは回避できたか。気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。セイ、一気に片付けよう。戦闘開始だクロム。了解だ。行かずしよう。翼、いつでも行けるわよ。ありがとう、シーダ。やった。行ける行ける。よし。シーダに教わったらやったね。まずは俺今だ。まだまだ。お任せだよ。やった。この調子で頑張ろう。
力になる。行くぞ。なんだかすごく強そう。初めて見るぜ。やってみねえとわからねえ。しら抜け。なんか初めて見るのがいるよ。絶対つなげてやるよ。お願いシーダ。任せて。まずは俺が。おりゃ次頼むぜ。やってみるね。初めて見るやつだ。慎重に行こう。それよ。クロム。解き放つ。セッション行きます。続いてください。お任せだよ。次はどう攻める？そうだな。やった！任せて！助かった。お前の判断を信じるぞ。やってみる。俺に任せて。元気になれたよ。やられる準備はできたかよ。この日を逃すな。逆転発見。まずは俺がさ。もう一つおまけ。今だよ。お任せだよ。翼の力見せてあげましょう。うん、シーダついてきて。いけるいける。これだ。勝てるか。まだまだ。油断するなよ、トム。わかってるって。もらった。まだまだ。一か八かで。いけるいける。これだ。まだいける。やられる準備はできたかよ。しら抜け。さて。その技では効果切る。しまった。ごめん、みんな。頼むぜ、カイ。俺を信じろ。
任せろ。助かった。しっかり立たなきゃ。いける。Itsuki、近いぞ。ひとまずは安全か。ひとまずは安全か。敵だ。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。やっ。
とまずは安全か。敵が現れたぞ。俺を構えろ、イツキ。あまり怖くないかも。かわせないよ。ぶっ倒してやるよ。うりゃ、セーフ。油断はできない。見切った。いいね。俺たちは負けない。敵だ。一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。やは回避できたか。イツキ、近いぞ。ひとまずは安全か。ミラージュの気配。てな。これはミラージュの気配。せい。ひとまずは安全か。初めて見るやつだ。慎重に行こう。なんか初めて見るのがいるよ。しないといいな。この日を逃すな。シーダに教わった思った通り。俺から行く。任せた。任せろ。信じてるぜ。やってみるね。やった。一歩一歩着実に。敵だ。不意打ちに気をつけろ。やっ、やっ。ひとまずは安全か。イツキ、近いぞ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。Thank you.
敵が現れたぞ。頑張るしかないよね。飛んでっちゃえ。やるじゃん。いがて、ざっとこんなんや。俺たちの力を見せるぞ。ああ、これだ。間一髪。見てろ、これがヒーローだ。いいぞ、トーマ。どうや、俺の槍は。あと一体決めてみせる。よかった、みんなで掴んだ勝利だね。敵だ、一気に決めろ。やっ、はっ、はっ、なんか初めて見るのがいるよ。助かった。これならいいね。こいつ初めて見るぜ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。了解。パリの刃よ。一番槍。お安いご用だよ。やった。間一髪。今ぼーっとしてなかった？失敗しないと。ぜい。どうすれば。大丈夫。一か八かで。決まった。みんな大丈夫か？
敵だ。不意打ちに気をつけろ。ひとまずは安全か。すみません。俺を構えろ、イツキ。やっ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。せい。敵が現れたぞ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。俺を構えろ、イツキ。ん？ひとまずは安全か。気をつけろ。まずいな。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう。私頑張るね。
まずいな。マジかよ。くわっ、くっそ。ここは逃げよう。せい。俺を構えろ、イツキ。やっ、囲まれた。やっ、てな、楽勝だな。それよ、パリの刃よ。倒したぞ。みんな、ついてきて。今だよ、やってみるね。私も頑張らないと。いけるいける。これなら。よし、俺の力解放稼働だ。ありがとうよ、カイン。どうや、俺の槍は。セーフ。熱い戦いだったぜ。
俺が力になる。行くぞ。てら。敵の気配。これはミラージュの気配。せい。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。せい。気を抜けばやられる。俺たちの力を見せるぞ。ああ、追いつかれた。逃げるぜ。俺を構えろ、イツキ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。これはミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。俺が力になる。行くぞ。戦いは回避できたか。気をつけろ。やっ。ひとまずは安全か。不意打ちに気をつけろ。すみません。ひとまずは安全か。敵だ。一気に決めろ。戦いは俺が力になる。行くぞ。
んていられない。吹き飛べカイ、俺に力を貸してくれ。任せろ。はあ、運命を切り開く。絶対つなげてやるよ。クロムみたいに。この日を逃すぞ。俺に続け。お任せだよ。やった。なんだか照れくさいな。敵が現れたぞ。俺が力になる。行くぞ。せい。はっ。ひとまずは安全か。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。じゃ。手応えありそう。ミラージュアタック。行けるぞ。了解。追いつかれた。そんな。ごめんなさい。私。うわ。悪い。ここまでだ。ここまで。敵だ。一気に決めろ。せい。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。敵だ。一気に決めろ。
ひとまずは安全か。俺が力になる。行くぞ。手が悪かったな。貫け、クリティカル。やるぞ、イツキ。ああ、絶対つなげてやるよ。見切った。これは負け。俺から行くぜ、次取るぜ。せーの、やった。お疲れ、みんな。ひとまずは安全か。俺が力になる。行くぞ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。
敵だ。不意打ちに気をつけろ。セイジ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。やっ、せい。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。せい。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。てな。敵の気配は。これはミラージュの気配。敵が現れたぞ。せい。囲まれた。引き締めていこう。見切った。倒したぞ。行くよ。やった。かわせないよ。てめえら相手が悪かったな。ざっとこんなもんや。次はどうしようかな。私のやりさばき決まった。自信を持て。お前なら勝てる。ああ、この間合いならよし、倒したぞ。やられる準備はできたかよ。行かて。次はどうしようかな。やっ、やったね。この調子で頑張ろう。Yeah!
パフォーマー新しいカルネ新しいパフォーマこれでいいかな。それじゃあユニティクロム、俺に力を貸してくれ。今作った。パフォーマの数が足りないみたい。次はどう？他にご用は？次はパフォーマーが集まっ敵が現れたぞ。樹、近いぞ。はっ！敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。敵の気配は俺が力になる。行くぞ。敵の気配は消えたようだ。回避できたか。
クソ、バリ。僕に進むしかなさそうに。待ちなさい。な。あ。はあ。来るぞみんな、気をつけろ。この戦い、絶対負けられないよ。失敗しないといいな。シーダに教わった通りに。勝って帰ろうぜ。絶対に負けられない。準備 OK だよ。クローム直伝の。この調子だ。セッション行きます。次はっと、お安い御用だよ。おお、俺を信じろ。準備 OK だよ。カインと訓練したんだぜ。助けるな。始めよう。こいつか。絶対決めるね。どうぞ行こう。やってみるね。俺はお前を信じているぞ。頑張る。難しいかも。それよ、その技で行きましょう。ヒル、この手応え。セッション行きます。まだまだ行くよ。翼、落ち着いて。落ち着いてって言われても。かわせないよ。決まった。お前の判断を信じるぞ。やってみる。難しいかも。ちぎれろ。やった。セッション行きます。どうぞ行くよ。次はどう攻める。そうだな。いいね。シーダに教わった。いいわね。ついてきて。まだ終わらない。ナイスコンビネーション。スペアラー行くよ。じゃあ俺も本気で。カインと訓練したんだぜ。俺はお前を信じているぞ。頑張るよ。準備 OK だよ。落ちろ。よし、セッション行きます。お願い、お任せだよ。やった。みんなのおかげだ。俺の技、今の五木なら使いこなせる。やったな。うん。なんとか倒せたな。どうしてここに。教える義理はない。お前たちには関係。待ってくれ。俺たちは仲間を助けたい。知ってることを。また仲間か。戯れるなら力をつけてからにしろ。今のお前は弱い。他人を気にする前にひたすら一人で己の力を見。それは強くなる方法はそれだけじゃないはずだ。仲間と一緒に強くなる方法だってきっとある。ぬるいな。このタイミングで私たちに姿を見せた理由は何。思い上がるな。群れなければ何もできないお前たちに興味などない。群れと仲間は違うわ。あなたには
わからない。ああ、わからんな。貴様は仲間とやらとじゃれ合ったまま、あいつともども沈んでいけ。あいつ？それって、イツキのこと？アニソンですって？マジかよ。ここで歌う。この歌を知って、緊急時でも放映やめないくらいアニメと演歌と旅番組に気合い入れてるからな、大東テレビ。じゃ、どうする？歌といえばキリアさんか翼ちゃんだけど。私は知らないわ、この歌は。でも、このアニメ、バリーさんが限定版ボックスを手に入れたとか言ってたような。歌を覚えるしかないか。一度戻ろう。ここには歌のプロが二人もいる。きっと大丈夫だよ。わかりました。Thank you.
カラビアへよ。お買い上げね。どうもありがとう。この場でつけていく。とてもよく似合っているわよ。お買い上げね。どうもありがとう。この場でつけていく。とてもよく似合っているわよ。お買い上げね。どうも。この場でつけていく。とてもよく似合っているわよ。お買い上げね。どうもありがとう。この場でつけて。とてもよく似合っているわよ。他に。また来てちょう。お、これだ。さすがバリーさん、主題歌し。早速聞いてみようぜ。翼、この歌を覚えられる？キリアさんは…この声…キリアさん？え？あ、なんでもないから…私が歌うわ。私に。よっしゃ、ブルームパレスに行きます。パフォーマーが輝くキリアさんなら怖いものなしっす。
パフォーマが新しいレディアント、パフォーマが、これでいいかな。それじゃあユニティ真打ち登場だぜ。これでいいかな。それじゃあユニ、私に完成の二文字はないわ。やったわね。とにかくこれで歌のお題をクリアするから。パフォーマーが、これでいいか。それじゃあユニティ、素晴らしい。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。やったぜ。さすがだ。次、パフォーマーが集まっ、ミラージュの気配。俺が力になる。行くぞ。ひとまずは安全か。
いや、おひし、私の出番ね。悪くない歌だったわ。な、何？ミラージュの気配。てあっ！てあっ！敵の気配は消えたようだ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ！楽勝だな。手加減なんかしないから。私の槍さばき決まった。準備はいいかよ、カイン。言われるまでもない。それよ、たぎるぜ。やり、ついてきて、頼んだ。絶対決めるね。その隙に、行くよ。やったー。やれやれ、お前の判断を信じるぞ。やってみる。この手応え。みんな、大丈夫か。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。
やったな。うん。いきなりか。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。やっ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。戦いは回避できたか。イツキ、や、近いぞ。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう。私、ガムに逃がさないんだから。俺についてこれるかよ。すべて焼き尽くす。俺たちの力を見せるぞ。ああ、轟け。の気配。や。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。ひとまず俺を構えろ、イツキ。はっ。戦いは気をつけろ。はっ。戦いは回避。へい。力になる。行くぞ。てはっ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。はっ。敵だ。一気に決めろ。はっ。やっ。俺たちの力を見せるぞ。ああ、この場は引こう。いや、おいしい。
敵だ。一気に決めろ。繋げてやるよ。ここか。衝撃一撃に頼むぜ。お安い御用だよ。やったー。この調子で行こいた、マリーさん。すごい音。すごい力だわ。凄まじい負のエネルギー。イツキ、マリーを操っているのはあの。あいつをマリーさんから引き離せ。おじちゃん。守り、どうしてここ。来ちゃダメだ。ここは危険だから、すぐに帰るんだ。嫌です。だって、おじちゃんが心配だから。守り。おじちゃんはどうしちゃったんですか。どうしてお化けと一緒にギター弾いてる。バリーが操られ。バリーおじちゃん。おじちゃんはずっと私を応援してくれて、さっきもおじちゃんは、あれ、だから、今度。おじちゃん、目を覚ましていつ。おじちゃん、ま、おじちゃん、聞くな。お前はギターを聞くな。心を固めろ。固くなる。ま、私歌う。バリーさん、意識。やるな、あの男。強い意志でミラ、あと一押しのきっかけがあればミラージュの支配を抜け出せるかもしれんぞ。守り、歌うんだ。バリーさんは守り、守りの歌がミラージュの支配。歌を。わかりました。
あたりに満ちてた嫌な感じが消えてく。守りの歌がミラージュの力に打ち勝ってるのよ。驚いたわ。守りにこれほどの力があったなんて。守り、これがお前の歌、お前の心、お前の心届いたぜ。俺のハートを熱く8ビートに震わせやがる。耳を下げ、かたくなに拒め、心を固めろ、固めろ、固めろ、固めろ。うるせえ、俺は今感動したんだよ。水を差すんじゃねえ。たとえ耳塞いでも意識なくても、真摯な思いはここに響くんだ。それがロックだ。んなこともわからねえのか。今のてめえはロックじゃねえ。そんなもんでこの俺を支配できると思ってんのか。今だ、イツキ。バリーの体からミラージュを引き剥がせ。行くぞ、みんな。すごい威圧感だ。だけど、難しいかも。落ちろ。この戦い、絶対負けられないよ。失敗しないといいな。絶対繋げてやるよ。私の槍さばき。いいわね。始めよう。行ってくれ。任せろ。せーの。さあ、クライマックスだぜ。やってみねえとわからん。カインと訓練したんだぜ。はぁ、せせ、俺の防御は鉄壁だ。どんどん行くからね。しないといいな。任せて。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。これだ。頼むぜ、カイン。俺を信じろ。
俺の防御は鉄壁だ。当たらないわ。いね、翼の力見せてあげましょう。うん、シーダついてきて。セッション行ける。お願いシーダ。任せて。俺から行く。行ってくれ。まだまだ。次に頼むぜ。せーの。クロム、まだ行けるか。無論だ。落ちろ。決まった。これ好きでは。みんなのおかげだ。俺の技、今の樹なら使いこなせる。やったな。うん。あなたのおかげで私よかった。もちろんです。さすがはアーマーナイト、堅牢な。彼はどうが、かつ私とと守り、どうかど私が助け、パフォーマの光だ。パフォーマ、守りが力を貸してくれれば、どうが。これが、ま、本当にそれでいい。これだけのパフォーマを持っている守りは、守りの近くにどうががいてくれれば。改めて守り、どうがの、だから誰かと。よかった。はい、行くよ守り。はい、いつき。正気に戻った。マスター違う。どうが、あなたが私の新たな守り。あの、源守りです。子供だろうと関係ありません。こちらこそ
よろしく。最初は戸惑うことも多いだろうけど、俺も。ありがとうございます、いつき。どうやら私は狂気に駆られ、マスターたちをバリーと離れた後の記憶が。私はかつて戦いに敗れました。バーッ、守りのおかげで道が帰ってきました。これにて。いっ、あれ、畑中さん、それに他のみんな。異変を。いつ。テレビでこの守りも仕事で現場に行っていたし心配。そっか、僕も似たようなものだよ。もしかしたら106の一件でも、どうやら空振りだったみたいだ。ご覧の通り。畑中さん、あまり深入りしない方。そういう事件を追うのはあなた。でも僕は106の騒動に巻き込まれた当事者だ。事件の調査は警察かマスコミにでも任せ。そうだね。あなたの身を案じて言ってるのに。ありがとう、分かってるよ。僕もっともっと日本のエンタメ界を盛り上げて。ああそうだ、ちょっと気になることがあってね。何ですか？最近どうやらダイバーテレビ内で大幅な人事改変があったらしくてね。ところがこの新社長鶴見真宙はどうにも変な人でね。経歴も公表されてないし。僕は知り合いに鶴見真宙のことを聞いて回ってみた。でも僕が調べられないなんて何者なんだ。え、ダイバーテレビ、どうしてその人の。テレビ局内の人事は僕ら芸能界に生きる人間にとっては一言じゃ。じゃあまたね。ねえ、いつきくん。ああ、舞子さんの調査では堀野沢さんがおかしくなったのはダイバーテレビの人事改変、ミラージュの事件に。ありがとうです、守り。バリーさんが無事でだな。というか終わったから言わせてもらうけど。そうよ、マスターでもないのに単身乗り込んでくなんて。面目ありません。あの皆さん、あまりおじちゃんを申し訳ござい。ねえ、いつきくん、私。ああ、俺もだよ。守りちゃんに置いていかれないように頑張らないとだね。はいはい、そこまで。そうでした。お前ら目をかっぽ。特番はダメになっちゃったけど。はい、スタッフさんいい人ばかりでとっても楽しい。うんうん、私もあのって褒められまくって鼻高々だった。嬉しいです、頑張ります。あなたの